今日は前半戦イン逃げ続く展開で始まりました予選3日目の競争です。水面上は予選の第3レースを迎えました。スタート展示同様ピット離れ、ここは動きが出てきました。ピット離れで出ていきました4番の山田、それに続いて5番の松井と動いてという体勢。3番の森野ですが、このままですと5コースという体勢になりそうです。6番の田村は少し離れて動きはありません。ターンマーク付近、これから確定ホームストレッチ側に移ります。1コースが1番の川原弘明、イン逃げ続く流れに乗っていきたいところ。2コースが2番の渡辺浩二、ここに来て3着並べています。そして4番の山田浩二が3コースまで入ってきまして、4コースは船引いて5番の松井茂る角位置です。5コースになります。3番の森野正弘、6番の田村貴信は6コースからとなります。現在も風の影響ほとんどありません。スタートライン上ではほぼ無風という水面状態です。予選の第3レース、スタートまでは10秒を切ります。進入体系はインコースから1番、2番、4番、5番、3番、6番です。スタートしました。1コースから5コースほぼ揃ったスタートになりました。1コースから出ていく1番の川原、逃げる展開、まくりに行きますが4番山田届かず、その後ろ内から2番の渡辺、真ん中張って5番松井という展開。ここは1番の川原が逃げました。スタートは前提正常でした。2番手並んでいます。2番の渡辺、外は4番山田、その後ろは内から6番の田村が上がってきまして2幕の旋回。2番手2番の渡辺がかばす、ちょっと流れた4番の山田、3番手らせに一気に差してきました。5番の松井が浮上、5番の松井、外4番の山田を抑えて1点四半とリードを取ります。すぐ後ろには内から6番の田村も続いていまして、これから2周1幕の旋回です。3番手らせい、外を回って5番の松井が6番の田村をかわす、4番山田の差しは届きません。ここは4番手らせいになります。ここで3番手5番の松井が3艇身とリードを広げまして、上位3艇は1番、2番、5番です。2周2幕の旋回、先頭で1番の川原、2番手2番の渡辺と回ります。3番手5番の松井、この辺りでもリードは4艇身ほど。4番手が4番山田、そして6番の田村がすぐ後ろ、最後方に3番森野がついそうです。最終周回に移りました。上位3艇間隔開いて最後のバックストレッチへと移ります。1番の川原逃げて先頭、2番手に2番の渡辺、依然3番手5番の松井が抜け出す展開です。2連単1番2番の組み合わせが 3.1 倍のオッズ、3連単は1番2番5番の組み合わせ 12.1 倍のオッズです。最終ターンマークの旋回、最後4番手から打ちをついた4番の山田でしたが届きません。最後のホームテレッチです。先頭1番川原合輪、2番渡辺合輪、5番松井合輪、4番山田合輪、6番田村合輪、3番森野合輪。